アダム・マウィッシュは、ポーランド南部、ビスワ出身の元スキージャンプ選手。1990年代中盤から国際試合で、活躍し2010から2011シーズン限りで、現役を引退した。ファミリーネームは日本では、英文で代替した、マラスス表記に準じて、マリッシュと表記されることが多い。身長170センチメートルと、小柄な体ながら、 ダイナミックなジャンプで2000年代前半にスキージャンプワールドカップで連勝を重ねたポーランドの英雄。マリシュはノルディック複合選手として競技を始めた。15歳の時にタイル職人の教育を受け、またスキージャンプでは国際大会にデビューした。1994年12月9日にスキージャンプワールドカップデビュー。1996年3月18日に ホルメン高連大会で、スキージャンプワールドカップ初優勝しこのシーズン総合7位、翌1996から1997シーズンに日本で2勝するなるなど、順調に成長を見せていたが1997から1998シーズンから、成績は低迷した。1998年長野オリンピックでは、ノーマルヒル51位、ラージヒル52位だった。 長野オリンピック後、スキー板の長さの規定が変更され身長の低い、選手は軒並み不振に陥ったが、2000年に大学教授、コーチ、トレーナー、メンタルドクターからなる、チームマリシュを結成。筋力トレーニングによって、肉体改造を行い、力強い踏切を身につけ、高成績を残して170センチメートルの身長でも活躍できることを示した。 オーストリア人マネージャーのエディ・フェーデラーやアップローニアス・スタイナーコーチによるサポートを受けた。2006から2007シーズンからマリシュはフィンランド人ハンヌ・レピストヘッドコーチから指導を受けた。しかし、レピストは2007から2008シーズン終了後解雇され、公認にルカシュクルチェックがヘッドコーチとなった。現在、PL、ヤンス・チャークとレピストが マリシュの個人コーチとなっている。2000から2001シーズン、ワールドカップ21戦で11勝を挙げて、初の総合優勝。シーズンの過半数の試合で勝利を挙げているのは、他に2015から2016シーズンに29、戦中15勝で優勝したペテル・プレブツしかいない。フィンランドのラハティで開催された、世界選手権で、ラージヒルギン、ノーマルヒルキンメダルを獲得。 ホルメンコーレンメダルを受賞するなど大活躍を見せた。以後2002から2003シーズンまで史上初のワールドカップ総合3連覇を達成。2002年ソルトレークシティオリンピックではノーマルヒルで銅メダル、ラージヒルで銀メダルを獲得し団体でも6位。入賞2003年ノルディックスキー世界選手権では個人2冠に輝いた。2006年トリノオリンピックでは ノーマルヒルのない、ラージヒル14位に終わったが、翌2007年のノルディックスキー世界選手権では、ノーマルヒルで他を圧倒する大ジャンプを2本揃えて、圧勝した。さらに大会後のワールドカップでは、ノルディックトーナメントで3連勝、3月23日からの、プラニッツァでのフライングヒル3連戦も、全勝、個人戦7試合中6勝と圧倒的な強さを見せつけて、 マッチニック加年に並ぶ隊、記録の4度目の個人総合優勝に輝いた。2010年バンクーバーオリンピックでは、ノーマルヒルとラージヒルで銀メダルを獲得した。ワールドカップ総合5位。2010年の夏のシーズンは、サマーグランプリで参照して総合3位。冬に入り2010から2011シーズンは1月21日に、 地元ザコパネで4シーズンぶりのワールドカップ通算39勝目を挙げた。これは岡部隆信に次いで史上2番目の年長優勝であった。2011年のルディックスキー世界選手権ではノーマルヒル個人で銅メダルを獲得。このシーズン限りでの引退を表明して臨んだ最終戦では強風のため1本のみで終了したものの3位に入賞。 このポイントにより、ワールドカップ総合でも3位となってそのキャリアを終えた。2011年3月26日、ザコパネで、マリッシュの引退記念イベントが開催された。ワールドカップでは、通算39勝。スキーフライングでは2011年に、ビッケルスンで230.5メートルを記録しこれは2013年に、更新されるまで、ポーランド記録でもあった。 高校時代の恋人イザベラと結婚し、娘が一人いる。ファイブグレートアスリッツリタイア、ハットオールダーウィナー、アダム・マリシュそのキャリアの終わり、シーズンファイナルインプラナカ、ハット・アダムズ・ブルズ・アイ、スコキ・ドゥーセル26、03、2011ザコパネ。ありがとうございます。